どうも、ハイチーです。今回はですね、何日間で成績、偏差値いくつ上がりますよ、みたいな。ネット広告とか、ネットで販売してる教材みたいのを見たことある方いらっしゃるかもしれないんですが、それって実際どうなんですかっていう質問をね、最近ちょこちょこいただくので、まあそれについて話していきますので、よかったら最後までね、お付き合いください。残念なことにですね、私、そういう教材買ったことがないんですよ。だから、その教材自体、教材としての良し悪し、いいのか悪いのかっていうのは分からないんですよ、そこは。まあ、いっぱい物があるからね、それもちょっとで判断しにくいんですけど。ただ、自分のイメージとしては、まあ、基本的にはネットでその売ってるものっていうのも、作った人たちのノウハウとか、まあ、知識が詰め込んだものなので、使いようによってはいいものが多いんじゃないかなっていうふうには思ってます。ただ、やたら値段が高かったりとか、やたら値段が安かったり、するものだとちょっと詐欺まがいのものもあったりするのかなっていうイメージはありますけど、あとこれ本当個人的ね、まあ、全部個人的なんだけど、楽にとか簡単にとか少ない勉強時間でみたいなのをやたら推してるものはあんまり俺は信用しないから。特に楽っていうフレーズ、まあ、実際書いてあるんだよ、ほとんど。なぜかっていうと、楽に勉強してみたいなっていうフレーズあったら食いつくでしょ。え、楽にできんのかなみたいな。なるけど、いや、基本的に勉強楽できないからね。どれだけ泥臭くやっていくかって。ただ、やり方としての、そのやり方、効率を上げるっていうところはできますけど、それは効率を上げるのは楽をするとはまた別だと思うので、ちょっと、そのね、その楽はね、その教材の楽とはちょっと違うかなと思っちゃうんですけど、まあ、個人的にはね、そう。ただ、そのネット教材にしてもそうだし、まあ、ネット教材とか、あと塾とか家庭教師とか、あとは通信教育か、真剣ゼミさんみたいなね、とかもそうですけど、別にね、どれが一番いいとか、どれが一番悪いっていうのは特にないんです、自分の中では。そう。でも、全部に共通することは、例えば塾に行ったら成績が上がるとか、家庭教師をつけたら絶対に成績が上がるとかっていう問題ではないんだよね。それを言っちゃうと、じゃあ通信教育、真剣ゼミさん取ったら絶対成績上がるってなったら、いやみんな取るでしょ。取っただけでいいんだったら。そうじゃなくって、まあもちろん塾とかはさ、まあ人が関わってるんで人のことを道具って表現するのはちょっと失礼ではあるんだけど、まあ元塾講師の立場からすると、塾の先生とか、まあ塾もそうだけど、家庭教師の先生とかをどう使うかっていう方が大事なの。どう使ってどれだけ自分が努力できるかっていう。だから何を使おうとも何を買おうとも自分が努力しなければ上がらないんだよね、成績っていうのは。でそれを分かった上で、まあどれでもいいから自分に合うものを使っていくっていうのが大事だと思ってます。なのでまあそのね、ネット教材を買うべきか買わないべきか、まあ、悩んでる子が何人かいたんですけど、自分にとって必要だと思うなら買ったらいいのかなと思います。ただネット教材の口コミだけとかそれで信じちゃうと微妙なので、たまにあるんですけど、こう一部の教材を取り寄せて無料で配ってくれるパンフレットみたいな感じでとかがあるんだったら取り寄せてみるのはいいのかなと。結構値段見るとね、数万円のものもあれば何十万ってものもあったりするので、そこはピンキリだからさ、高ければいいものってわけでもないので、教材に関しては。だからそこは自己判断になってしまうんですけど、大事なことはどのものを使おうとも自分の努力次第でいろんなものが変わる。でその自分が努力する上で必要な道具はどれなのかなって、まあ、道具って言い方したらちょっと失礼だけど、っていうところを判断基準にしたらいいのかなと思っております。